はい、どうも、ショイ TV です。本日は、前原スポーツさんに来ております。で、今、カメラしてもらってて、ひらやんさんなんですけど、向こうずの GM ということで、夏着るにはいいね、おすすめのやつを紹介します。で、まず一つ目これです。まあ、皆さん知ってますね。アクティブームというアンダシャツ。これはもう2、3年 ?2 年ぐらいか ?3 年ぐらいか。はい。出てから出しますけども、これはもう、ショイ TV 発祥の、はい。黒、青、ネイビー、赤、あとエンジで白もあります。6種類ぐらいあるんですよ。あ、結構色豊富なんだね。そうですね。で、特徴が胸のこの胴の部分がゆったりしてる、ゆったりしてる。で、腕の部分がまあ程よい締め付け、ソフトフィットって言えばいいかなっていうアンダーシャツになります。はい。で、これだけで、別にこれ着てこれシャツ着なくてもこれだけでもこう練習してもかっこいいっていう、そういうのが特徴のアンダーシャツです。どうですか？今日買います。買うんですか？もう今日買います。早いですね。向こうずって何色ですか？アンダーは。でも最近ユニフォームできたからね、それに合ってればいいんじゃない？それ合うとしたらやっぱ青、青かな。そうですね。なるほど、ね、青のサイズは？青の青色です。サイズは L ですか？サイズは L かな。 L、ちなみにデザインがね、3種類ぐらいあるんですよ。え、この中にある？はい、これ。はい、まずこれ、このアクティブームって書いてあるこの胸のとこ、この柄の上に書いてある番、とこっち見て、でこっちで、これがこれアクティブないでしょ、マークだけがここにある。あ、本当だ。そうで、こっち行くと、こっち行くと両方ともついてる。しかもマーク、しかも柄のと上にね、で3種類あるんですよ。で、これはあのこの柄の上のとこにマークをつけやすくするために分けたらしいんですよ。なんで、まあ買うときにちょっとこういうのを 見て、どれがいいかってこう選ぶのもいいかもしれないです。次、もう一つ、僕まだ着たことないですけど、空撃っていうアンダーシャツ知ってます？メカは水野、水野の空撃というアンダーで、これあの胸のところ、なんかさ、コンパクトになったよね。確かにデザイン変わりました。前もっと大きかったよ。そう、もうちょっと大きかったんですけど、これあの通気性が良くて、こうちっちゃい穴がこうバーッて開いてるんですよ。なんであの通気性が良くて軽くて着やすいっていうアンダーです。これも多分締め付けがないやつなんですよ。はい、だいぶおすすめな感じですよ。これ映ってます？映ってます。はい、まだ俺着たことないんで、ちょっといつか着てみたいなっていうのがあります。そして3つ目ですよ。3つ目こちら、 Z のアンシャツですね。これ何が特徴かっていうと、伸びる、柔らかい、締め付けないってことは、これまあ簡単に言うとアクティブームと同じ感じ、着心地はそういう感じなんですよね。で、これはデザインは、まあ、全部色は一緒なんですよ。ネイビーならネイビー、黒なら黒、青なら青っていう色になってて、まあ、これは学生でも着れるようなあのアンシャツになってまして、アクティブも着れるんですけど、やっぱ1年生2年生は先輩にこうなんかこう、ね、目つけられる可能性があるんで、それで結構買わない人が多いっていうの話聞いてるんで、まあ、これと同じあの素材というか仕様を着たいんだったら、こっちがおすすめかな。締め付けがなくて腕はまあソフトフィット、でこれ半袖ですけど長袖もあります。長袖はこっち側に、なんか結構金額ライトじゃない？そんな高くないですよ。これは高くないです。素材は同じぐらいですよ、アクティブーム。アクティブーム大体4000円ぐらい値段はするんですけど、これは約2000円ぐらい、2500円ぐらいで購入できるんで、これもおすすめになってます。いや、いいマスクしてんな。これいいマスク、これ知ってます？これアクセフィベルガードのマスクなんですけど、あの体感も強くなるし、まあ、息もしやすいマスクですね。これちょっと前のやつなんですけど、今の冷感マスクっていう冷たいマスクがあるんで、はい、こう人気すぎてすぐ売れちゃうんで、その辺ちょっと、はい、お早めにご購入した方がいいと思います。これ番外品なんですけど、これやっぱあの僕の弟翔平翔平ジュニアの大谷翔平選手、弟も翔平って言うんかい。そうそうそう。そうで、これデサントのアンダーシャツなんですけど、リラックスフィットシャツ、これあの D スリットカットってアンダーシャツで、
こう脇の部分がちょっとこう開いてる、パカッと開いてるわけじゃなくて、うん、この生地とこの生地がこう重なってる、うん、ここめくればこう穴あの開いてるというか、うん、めくれば開くっていう、セクシーだね、セクシーなやつこれも結構俺もおすすめです。はい、というわけで、本日アンダーシャツの、おすすめを紹介しました。まあ、夏着るにはいいアンシャツが多いと思うんで、ちょっと皆さんぜひともチェックしてみてください。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、私プリントするグローブはこれプラスこちらー、見ましたね。はい、これ、はい、Z プロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ、何色です。基本的にチャンネル登録と、僕らのインスタフォローは必須ということで、翔平TVの、チャンネル登録者が8000人突破した、プラス、モンダナさんの、インスタを貼ってますので、フォロワー数が3000人突破したら、プレゼント企画を開始と。許可出ましたんで、今回はですね、こちらファイヤーズのグローブをね、登録者が8000人いったら OK という話をもらったんで、チャンネル登録者8000人突破しましたら、プレゼント企画を開始したいと思います。まあ、まだまだ先ですけど、皆さんの力をね借りて、頑張りたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いします。じゃあ皆さん、こちらファイヤーズのグローブ8000人いったらあげますんで、ぜひとも皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。翔平TV2020 年モデルの T シャツができました。走れ大井チャンネルの大井くんも一緒にモンタナスポーツさんで販売中。文字にシルエットを入れたとても斬新なデザインとなっております。皆さん、ぜひとも1枚ご購入してみてはいかがでしょうか。詳細購入リンクは動画の概要欄からチェックをしてください。それでは、アウリオシタアーツオー。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。